今回はリチウムイオンバッテリーの運用において1年以内に使用負荷に陥った失敗例と8年10万キロの運用につながっている成功例についてお話しします。まずは失敗例からお話しします。リチウムイオンバッテリーの導入は2014年でしたが冬のシーズンが終わり春になったあたりに不具合が起こりました電圧計が 10V 程度しか示さなかったので4つあるセルの電圧をそれぞれ計測したところ 3つは3 4ト程度であったのに対し1つだけ1 8 8 7ルトと異常な数値を出していました最初は1年も経たずに使えなくなったため初期不良を疑ったのですが販売店に問い合わせたところ使い方に問題があったという話でした各セルの電圧を計測することはしていませんでしたし何も考えずに使っていたと言っても過言ではありませんでしたそこで 何がダメだったのか考え充電サイクルの仕方が良くなかったという考えに至りました考え方としてはこうです当時は走行充電や発電機による充電と特に何も考えず減ったら充電しておけばよいという考えでしたそのため充電中もインバーターをオンにしたままであり足りなくなったら継ぎ足すというような運用でバッテリーは充電 放電を繰りり返す状態にありました当時は車載を前提とした BMS がありませんでしたので導入しておらず充電器はトータルの電圧を見ながら電流を流していたことになります。そのため一つのセルのバランスが残量が他よりも多い場合セルとしては満充電状態ですが他のセルがまだであるため充電器は充電し続け結果 そのセルは過充電を繰り返すことになると考えられました。逆に残量が少ない場合にも問題が起こり一つのセルが使用限界の電圧であっても他のセルが補うことで使い続けることが可能になってしまい結果そのセルは過放電を繰り返すことになると考えられました。当時は各セルの電圧をチェックしていませんでしたのでどのような状況が発生していたのか分かりませんが。 どちらの状況も起こりうる運用であったと思います。幸い輸入のタイミングがよく短い納期でセルを調達することができましたが送料が高額であるためセル1つを購入するには高い出費となりましたセルを1つだけ交換した場合バランスが崩れた状態になるのですがリチウムイオンバッテリーは2つ搭載しておりバランスは崩れながらも1つのセルだけ交換した場合と 通常のバランスの状態を比較することもできるためセルは一つだけ交換することにしましたこの失敗を受け新しい運用方針に変更した結果2つのリチウムイオンバッテリーともに現在に至る8年10万キロの運用が実現しておりますのでこの運用方針を成功例としてお話しします気をつけたのは次の4点です1つ目充電の回数を少なくする バッテリーの寿命を左右する基本は充電回数という話でしたので充電放電というサイクルを少なくする運用をしています細かな充電放電を繰り返さないため充電中にはインバーターを使わず充電するための電源から直接給電させたりし充電中に放電させないようにしていますそのため給電が途切れると困る機材に関しては 12V 系統から給電するようにし インバーターが稼働していなくても問題がないようにします。こうすることにより一度充電させたら充電を止めるまでもしくは止めたとしても放電することはありませんので充電サイクルが細かくなりません。また適度にしっかり使ってしっかり充電する運用も行います。しっかり使いすぎると過放電のリスクがありますので40%を切ってから 20%を切る前に充電を行い充電を始めたら満充電になるまではなるべくバッテリーを使用しません。二つ目充電したら満充電までする満充電にする理由はバッテリー残量を正確にするためです。バッテリーコンピューターの性能によると思いますがリチウムイオンバッテリーの電圧と連動していない限りは電流量で充電の具合を把握している場合が多く。 満充電になっていない状態でも100%表示になってしまうと考えられます。残量が正確でないと、過放電のリスクが上がりますので、極力満充電まで行い、満充電に至らない場合は、残量が多めに表示されている前提で、過放電にならないよう、電圧をこまめにチェックしながら使用し、充電のチャンスがあれば、なるべく満充電までし、残量をリセットする運用を心がけます。3つ目。 セル単位の電圧をチェックするセルバランスが崩れていないかチェックする方法ですが満充電になった状態で調べます満充電の場合に電圧を測るとバランスが崩れているセルが分かりやすいですバランスが崩れていないと均等な電圧になりますがバランスが崩れていると電圧にばらつきが発生しますばらつきが大きいと過充電のセルと過放電のセルに分かれてしまい 両方のセルの寿命を縮めることにつながりますセルのばらつきは細かな充電を繰り返すと気づかないうちに差が発生していくと考えられますので定期的に電圧をチェックすると良いでしょう満充電になってから時間が経つと各セルの電圧が下がりバランスがわからなくなりますのでその場合はもう一度充電器をリスタートして充電を開始させます満充電ですので電圧はすぐに上がり 充電器がストップしますのでその状態で電圧を測ればバランスを崩しているセルを見極めることができます放電側でもバランスの崩れを発見することができますが充電側の方がチェックしやすいです4つ目セルバランスが崩れたら調整するセルバランスの崩れが満充電の範囲であれば良いのですがその範囲を超える場合はバッテリーへのダメージが大きくなると考えられるため セルのバランスを取った方が良いです。セルバランスは電圧の高いセルに対して電圧の低いセルを充電し同じ電圧になるように調整します充電途中のセルで調整することも可能ですがそれぞれのセルが一定の電圧に戻ろうとするため結構難しかったりします簡単な方法としては満充電にした場合でも崩れることが確認できますのでバッテリー全体を満充電にした後、 満充電になっていないセルに対してセル単体で満充電にすることでも調整できます単体のセルの充電器も存在するようですが安定化電源を使って充電することも可能です安定化電源でセルの充電を行う場合セルの電圧を確認しながら低電圧と低電流で充電していき満充電の電圧になったら電流をカットします低電流充電では流れる電流が少ないため かなり時間がかかりますのでうっかり見過ごして過充電にならないようにタイマーで一定時間でカットする機能や一定の電圧になった場合にカットする回路を作って対策すると良いでしょうセルバランスの調整は少々面倒くさいところがありますので調整してくれる業者に頼むのも良いと思います最近は大容量でも BMS 搭載のバッテリーも増えてきているようですので セルバランスに関しては気にしなくても良いのかもしれませんがセルから組み上げる必要があり BMS を搭載しない場合はセルバランスが崩れていたらバランス調整が必要と考えています以上の点を改善したことにより現在に至る8年と10万キロの運用につながっていますバッテリーの使用書からするとまだ持つはずですのでどこまで持つか様子を見ていきたいと考えていますご視聴ありがとうございました